こんにちは、ずいふうさんです。今日は安室奈美恵さんの運勢を見ていきたいと思います。紺綬褒章受章おめでとうございます。多額の寄付をした、方に贈られる褒章ということでね、東日本大震災、アメリカのね、同時テロ、などさまざまなところで義援金、赤十字に寄付をするというような活動を行っていたということで、の受賞となりました。また確認ということになると思いますけどね、また改めてね、チャートをこう見た瞬間ね、やっぱりパートナー誰と共に歩むか、これがね、最も大事な人生なんだなっていうことはやっぱりね、思いました。ですからまあ特徴としてはね、もうかなりお相手の方が情熱的であったりとか、熱心であったりとか、力持ってたりとかね、ものすごいそのモンスターみたいなね、そういうようなことがね、ものすごいやる気のある人たちと共に歩んでくるっていう、歩んできたっていうね、それを冥王星、太陽冥王星七室入ってますんでね、やっぱり示してんだなってやっぱ思いました。最初のね、情熱をぶつけたのは牧野校長、沖縄アクターズスクールの校長でね、最初友達にくっついてってね、ダンスの稽古を見に行った。そこでね、この子はいけるかもしれないということでね、牧野校長の方から誘いを受けた。ところがね、お金がないと、お金ないんだと、月謝払えないんだと。それを聞いた校長は、もう月謝いらないと、特待生にすると、いうことでね、安室ちゃんは歩いて片道1時間半の道をね、とぼとぼ歩いて、アクターズスクールの、稽古に、向かったと、往復3時間、歩いて向かう、もうその情熱、それに応える、応えたい、でも牧野校長も最初からね、もう特別扱いするから、あの子はもう特別扱い、もう君たちはと、もうね、違うから、もうエコひいきするからあの子だけみたいな、ことで、もう徹底的にその辺はね、やるぞという、強い意志で育てていったと。ということでね、そのうちにね、ライジングさんの社長、やってきてびっくりして、ちょっとやらないか、そしてマックス松浦ね、ABEX の社長ですよね、今のね、松浦さん、松浦社長、に出会って ABEX に、移動して、松浦さんもすごいですからね、もうとにかくこの子をもう何としてもスターになるためにっていうね、情熱っていうのはね、ものすごいものがあると、いうことで、小室哲哉さん、もう皆さんご存知の通り、小室哲哉さんがもう絶対もうプロデュースするぞ、ということでね、もうずっと大物、大物につ育てられた、大物についていくっていうね、それは冥王星のやり方、力のある人についていく、というやり方なんですよね。それはもう結婚もね、サムさん、当時ね、大先輩の、TRF、踊りの神様、踊りの先生、そういうね、サムさんに惹かれるのがね、そういう相手を選ぶっていうのはもうね、冥王星がやっぱり示していると、いうことになると思います。ただこの7室がね、インターセプト、天秤座をすっぽりかぶせちゃってますんで、新たなパートナーということで、ね、今はプライベート全く分かりませんのでね、
どういうことをしてるのかもわからないんですけどね、新たなパートナーと何かっていう可能性はあります、ね、ですからまあそれだけね、相手に徹底してね、西郷隆盛が言ったね、西郷隆盛を見て坂本龍馬は言いました、ね、どんな人でした？鐘をちょんと叩けば小さくね、小さく叩けば小さくね、反応して、ね、大きく叩けば大きく反応するってね、まあそんなようなことでね、大きく叩けば期待に応えるよ、ね、大スターになる、ジャネット・ジャクソンになる、ね、そういうようなね、大きく叩いてきた人たちと歩いてきたということですよね。ですからこれからインターセプトなんでね、これからね、今後会う人、これね、注目っていうことだですよね。でも そこまでのね、やっぱり方なんでね、パートナーだから、七室冥王星の人にね、よく言う言葉があって、まさか恋人の入れ墨、名前の入れ墨入れようとしてませんよねって確認するぐらいですから、入れようとしてるでしょうみたいな、なんでわかったんですかって、やめた方がいいですよそういうことはってやめなさいって言ってね、いうことでね、いつもね鑑定の時に、言っていました、ですからね、七室冥王星かみたいなね、うん、だからまあお母さんの入れ墨とね、息子さんの入れ墨とね、いうことでね、まあ七室パートナー、ね、息子さんがパートナーかもしれませんしね、今ね、息子さんのために、息子さんがそのどうも京都の大学に行ってんじゃないかってね、2億円の京都のマンションを購入したということでね、近くにあるのはね、同志社なんですけど、まあでも同志社からはその行政校、国際行政あの出身校、からは合格者0人なんで、こうじゃないだろうとね、立命館に1人合格者いるぞということでね、立命館じゃないかっていうね、ことでね、噂されています。まあ徹底してやっぱりプライベート、息子さん、まあ、息子さんイケメンですけどね、ちらっとこうね写真に写ったところを見るとね、まあドルパートナーはね息子さんというねことかもしれません。ということでね、どんな相手と組んでいくか、ね、今まで組んできた人みんな大物。ということでね、もうすごい情熱持った人、ね、そして、その通りにね、してきている大物、本物、ね、物本、そういうパートナー運というね、特徴を持ってますので、すごい、ここをもう語らないと、パートナーを語らないとね、うん、というね、で、同じエイベックスのね、あゆもそうですよね。浜崎あゆみさんももう7室すごい。7室すごいですよね、だから。だからその、7室強い人を連れてくるっていう松浦さんっていうね、もうこの人のために、みたいなね。うん、だからそれほど相手のことを思って、徹底してね、安室さんのために一生懸命やると。命がけでやると。ね、そういうような姿勢の人っていうね、と縁があるということだと思います。そしてね、まあ、八室天皇制ということでね、まあ皆さんご存知の通りね、もう非常に、残念なね、事件が起こりましたけどね、一族でのって、だから一族でのそういったことってやっぱりね、まあ、徳川家康もそうですけどね、やっぱ八室にね何かあると気をつけたいということですよね。
ですんで、まあ、8室天王星、それで4室木星と火星があるんですよね。まあ、いいも悪いもっていうね、ことだと思います。ですから、まあ、一族とか親戚とかね、そういったもの、まあ、悪い方に出てしまうっていうね、ケースもやっぱり、まあ、だからもう何が起こるかわからないっていう天体がね、天王星なんでね、あの一族でのってね、だからやっぱりこう戦国武将にしても親兄弟ね、敵になって戦うとかね、いろいろあるわけですね。平将門にしてもそうですよね、最初ね、もう親戚、ね、のおじさんが全部土地取っちゃったとかね、そういうところのいざこざからも始まってるわけですよ。ですんでね、で、まあ、4室木星火星、やっぱりいいこともある、アクターズスクール、ね、牧野校長との出会い、仲間との出会い、スーパーモンキーズとの出会い、ということでね、いいこともあるが、ね、火星もありますんでね、まあ、これトラブルという意味もありますんでね、内弁慶みたいなね、内弁慶みたいなね、そういうようなね、配置なんで、いろいろ忙しかったのかなと思います。そして六室には土星、金星、水星と、ね、いうことになりますけどもね、ずっとこうもうね、一生懸命練習する、もちろんこれ土星ですよねって、土星ってやっぱりだから本田美奈子さんもね、やっぱり六室土星で徹底的にね、大滝栄一にしごかれてももう根を上げないね、もうずっともうね、稽古しても根を上げないね、聖子ちゃんは根を上げますね、大滝栄一が嫌いですみたいなちょっとみたいな、勘弁してもう許してもらえませんかみたいな、眠いんですけどみたいな、まだまだだ聖子ちゃんって言ってね、鬼の仕事特訓が始まるみたいな。まあでも本田美奈子さんは大丈夫だから、安室ちゃんも大丈夫っていうね、そういうようなことで、六室金星と豪なんでね、もうそれも面白ささえ感じている、ともっとやってもっとやってね、それでまあその後のビールがうまいみたいなね、うん、そんな感じですよね。まあ金星、まあもともと好きだと、体鍛えるの好き、マラソン好きとかね、うん、なんか走らないとちょっと気持ちが悪いよ、そういったことで、彗星もありますよね、彗星でもうねピシッとこうね、もう完璧にする、だから兵士がね銃とかね装備品ピカピカにしてね、もういつでも敵が攻めてきても大丈夫っていうね、万全な体制、鉄壁の守り、そういったものをね、やっぱり六室彗星、ね、示していると思います。もう仕事は完璧、だからもう徹底したプロ意識というのはもうこの六室、でやはりね、感じられるし、これ弟子入り運、ね、最初は牧野校長に弟子入りってね、小室さんに弟子入りってね、松浦さんに弟子入りってね、そういうもう弟子入りというねことがテーマになりますから、それに応えていくっていうね、そういう形でも弟子を持つっていうのもありますからね、ですからもしかしたらその指導者としてね、鬼軍曹みたいな、あのアクターズスクールの鬼軍曹みたいな、まあかつてのね一緒にやってた仲間が、今ね鬼軍曹と言われて頑張ってるらしいですけどね、そうなるかもしれません。まあもしかしたら今それね、子供たちに教えてるかもしれません、ね、そしてまあ八室天王星でやっぱり特殊な集団組織っていうね、あのテーマがありますから、特殊な組織、
特殊な組織ですよね。まあ、いわゆるエイベックスにしてもね。まあ、エイベックス離れたとしても、R&B。最初はやっぱりブラックミュージック、ね、目指してたんだけども、そのうちに、まあ、路線、ね、その路線変更でね、R&B、ということでね、路線を変えていく。ですから、そのアプローチにしてもね、どんなこうアプローチの仕方をするかはやっぱ発質なんでね。最初はアメリカンで行きましたよね。だからね、だからあんなかっこいい子供がいるんだみたいな、そういうことでアメリカの、ミスター USA みたいなね、そんな曲をね、やっぱりからもう始まりましたんでね。アプローチの仕方、まあ、当時は珍しい。アイドルはアイドルしてなかったね。アイドルっていうのはもうね、可愛く歌って、かっこよく出てきたっていうね、そういうことですよね。ですから、まあそういう方向性でブラックミュージック、ジャネット・ジャクソンみたいにかっこよくっていうね、ことを目指してやってきたわけです。だからもうね、路上のストリートアーティスト、路上で踊る、ね、黒人のように、そういうね、黒人文化っていうのも、黒人ってやっぱりね、もうセンスいいんでね、踊りもうまいし、かっこいいし、歌もうまい。ですから、なんでその黒人の音楽ね、全米に広まっていったのかっていうのは、戦争がやっぱりね、一つの要因だったということですよね。白人も黒人も兵士になれば一緒ね、一緒に戦うわけです、ね、ということはね、まあ休み時間とか歌とか歌ったりとかね、ギター持ってきてね、いいんですよね、ギターぐらい持ってってもね、ハーモニカでも何でも。そうしたら黒人のもう音楽はもうすごいと。ということで全米にね、ブラックミュージック広まっていったと。いうことでね、黒人の活躍。日本も、まあ沖縄もね、そのアーミーたちね、米軍基地ありますからね。巷にはその米軍基地ね、アメリカの文化、食文化もそうですよね。アメリカ軍の食べ物っていうか、ステーキみたいなね、ステーキ屋いっぱいあるみたいなね。で、牛肉も安く手に入るんでね、アメリカ軍があるから、日本ではもうバッチバチにもう関税かけられてね、高い肉しか食べられないんですけど、沖縄ではね、もうバンバン肉食えるっていうね、牛肉食えるみたいなね、ことでステーキだとか、ね、そういう文化、が、まあ、根付いていったと、いうことですよね。ですから、まあ、アプローチするにはもうね、天王星のような、パーンとしたね、突然、事件、事故みたいなね、そういうようなアプローチの仕方、それをまあ発質天王星ということが言えると思います。そして休出海王星ね、休出海王星で不思議なことになります。台湾で人気っていうのはね、まあこの辺ですよね。だから休出ね、不思議な人気の出方っていう意味なんで、もうもちろん日本でも人気ですけど、台湾でも大人気っていうね、ことはもうやっぱ海王星が示して、そして海王星っていうね、外国への憧れ。だからもう最初の曲はあれですよね、ミスター USA ですからね。なんかアメリカ、夢のアメリカみたいなね、ことを歌っていましたんでね、ロマンを感じている。まあ、アメリカ行ったことないけど、どんなところなんだろうと。アメリカ兵ね、かっこいいね、黒人兵とかね、見てかっこいいと思ったんでしょうね。街に出てくるね、アメリカ兵ね、非常にかっこいい人ね、多かったと思いますからね、そういう文化、その影響もね、やっぱりあると思います。そして MC には月入りますね。それもしかも射手の29度ですからね。これはもう外国
だから目指すものも外国ですよと、日本伝統のとかじゃないですよと、これはもうジャネット・ジャクソンですよと、ね、ブラックミュージックですよと、ね、いうことをやっぱり示しています。で、民衆は今何を求めてるんだろうか、ね、ですからアムラー、これがアムラーです。これ人気運ですからね。ですからまあ 何を求めているか、ね、109に集まる若者たち、どんなことを、ね、考えて、どんなことを求めて、ね、というようなことをね、一発で分かる、ね、匂いで分かる、ね、それをもうね、自然にこう振る舞いから立ち回りからもすべてやってみせる、それがまあ十質 MC に、輝く月、ね、生まれた時真上に月がありましたっていうことですんでね、うん、そういうことを示しているというふうに思います。ということでね、小惑星見てみたいと思います。二室にはキロン入ってます。まあ様々なね、大ヒット、ね、によって印税バチバチ、ね、もう 誰でも分かります。それはね、それはキロン、ね、だからまあ二室に有利な天体あればね、もう今回も寄付ですから、自分の資材、ね、自分のお金、お小遣い、ね、自分のお金を寄付して、ね、根性報酬受けたわけですから、ね、それはもうお金儲かるでしょうということでね、与える、ね、分け与える、ね、富を分け与える、ね、そういったことでね、議論がもちろん入ってますしね、これからまあね、稼ぐ可能性も十分あるということだと思います。そして三室リリス、ね、三室リリス、ね、だからストリートでね、かっこいいお姉さんをね演出する、ね、ストリート渋谷でね、もうミニスカート履いて、ね、ブーツでしたね。だからブーツって安室ちゃんが吐き出してからあの時ね、ブーツ、ね、足が長く見える膝の上までこう行くようなね、そういうかっこいいブーツ、履いてね、もう安室ちゃんスラーッとしてますからね、スタイルもいい、かっこいい、顔も小さい、ね、ということで三室リリス、ね、あるなと、黒人に声かけられる、ね、男の子に もうね、ヤンキー兄ちゃんにもみんなね、こうヘイヘイね、ナミエみたいな、ね、感じでセックスアピール、ね、ということでね、やっぱ三室リリスなんだなっていう、ね、ことは思います。そのやっぱり雰囲気っていうのはその曲に出てる、ね、芸能活動に出てるなと、ね、いうことだと思います。4室パートオブフォーチュン、ね、沖縄、ね、沖縄に帰る、故郷に意識を飾る、ね、そして最後のコンサート、ね、最後は沖縄で、ね、ということでね、やっぱり沖縄、安室さんにとって沖縄は非常にいい場所でもありね、もういろんなことがあると、いいこともあるし悪いこともあったと、いうようなね、ことですね。パートオブフォーチューン、ね、ありますから、なんだかんだ言って故郷なんだよと、故郷に錦を飾るんだよと、ね、いうことです。そして、7室太陽にはベスタ、乗りますんでね、もうこれはもう有利ですから、もう最初牧野校長から始まってね、松浦社長、ね、小室プロデューサー、ね、もう非常にもう何でも言うこと聞きますと、ね、安室ちゃんの言うことなら何でも僕やります、僕たち任せてください、
サムさんもそうって、だからサムさんが一番する、分かったもうね、安室ちゃんにはもう優先して踊りを教えます、ダンスを教えます、ね、と言ってね、もうみんな寄ってたかって安室ちゃんにね、親切にする、ね、寄ってたかってみんなに親切にするにゃんこっていますからね、あの公園にいます、すぐそこにもね、寄ってたかってみんなにね親切にされて、ね、もうチュール持ってかなきゃもうなびかない、うん、ちょっとしたね、パンとかじゃ振り向かないっていうね贅沢にゃんこみたいになってねいますけどね、まさにその通りでね、モンプチとか持っていかないとね、スーパーで買ってね、モンプチね、ほらモンプチだよって、というような感じで、しかもそこにバーテックスが乗ってます、バーテックスね、だからこれはギブアンドテイクになります、松浦さんギブアンドテイクですよとね、このでっかいねコンサートね、武道館ライブね、ドーム、東京ドームライブね、もう成功させますね、その代わりこういうこともしてくださいね、分かったっていうね、まあ、ギブアンドテイク、小室さんもそう、小室さんって言ってね、まあ牧野、最初牧野校長にね、牧野校長ね、一生懸命やりますね、その代わり月謝タダにしてください、ね、まあタダにするって言ったら牧野さんの方ですけどねあのですから、まあそういったことで、まあいろんな味方がくっついてきてくれるんだなってね、やっぱりね思います。そしてね、七室パラス、ね、冥王星にね、乗ってるわけです。ですからもうみんなこう、歴代の戦士みたいなね、もうすごい人たちでその固められてるみたいなね、感じですよね。もう地元の番長大集合みたいなね。だから女子高生でも見てるとね、すげえやつ連れてきたなみたいな、まさかこうね、うん、もう地元では有名なね、あだ名されてるようなね、異名を持つみたいな、なんとかの虎みたいなね、なんでそいつ連れてくるのみたいな、もうそういうので固めてる周りをね、うん、強そうじゃねえかってね、これで先生を脅すのかって言ってね、それを気に食わない教師にそれを向けるっていうやり方もする女子高生もいますね。生徒指導をやっていた瑞風さんはそれとの戦いでした、ということでね、地元の大物暴走たち、ね、大物のチーマーとかね、ヤンキーとかね、暴走のヘッドみたいなね、対峙する結果になりましたね、そういう女子高生をもうケチョンケチョンに怒るとね、指導するとねだからまあね、そういう目に遭うんだなみたいな、もうホロスコープ分かってますからね、その女子高生のね、こういうことをするかってことでね、研究材料になってしまいましたけどね、その時はもうドキドキしてましたけどね、いやーどうしようかな、来るんじゃねえだろうな、まさかみたいな、囲まれるんじゃねえだろうな、あいつらに、来たぞこいつらみたいなというね、バイオレスな生活にねされてしまいましたまあでもそれはね、別の意味で力を持つっていうね、まあだから力ある人と組んで何かやるってことですから、それが小室さんである松浦さんであり牧野校長、沖縄アクターズって言ったらすごいでしょうっていうね、その牧野、天下の牧野とねタッグを組んだのかと、ね、バックには牧野がいるのかと、ね、うん、じゃあ那覇の街ちょっとねわーっと歩いてね、ちょっとチンピラに絡まれて、牧野を知ってるかって言ってね、へへーみたいな感じでお見それしましたみたいな、ね、感じでね、
まあそうなっていくってことですよね、要するにね。番長だぞってね、天下の TRF のサム様だぞってね、道を開けなさい君たちみたいなね。そんなようなね、パラス、ね、そしてそこにドラゴンヘッド乗りますんで、もう対人関係も大いにね活用してきましたと、ね、でこれからもそういうね、有利なプロデューサーとかね、いっぱいいるんですと、ね、いうことですよね。ですからそういう情熱のある実力のあった人と共に歩んで、ね、来ると。だからこれだけねパートナー運強いんで、今もねパートナーということでね、お付き合いしているって可能性はもちろん高いわけですね。再婚もちろん再婚の可能性も十分はものすごい高い。っていうか高い 確率は高いとしか言いようがないですよね。ですけど冥王星が入ってますんでね、もうピタッと対人関係ゼロね、にしちゃうと、中森明菜さんね、一回自殺ね、事件あって、それ以来ピタッとね、パートナーね作らないと、ね、だからいるかいないか、いるだったらもう徹底的にね、やっていく、関わっていく、ね。いないだったら徹底的にプツンとね、ゼロ。対人関係ゼロ。にしちゃうとかね。いう違いです。そしてね、まあ、ドラゴンヘッドですから、もうその中でもえりすぐりのね、ご褒美ですよと。牧野校長、ご褒美。小室さんご褒美、サムさんご褒美、ね、松浦社長ご褒美、こういうもうね、これ以上ないってくらいの、ね、力持った人、実力ある人、ね、すごい人、これご褒美ですと、どうぞ献上いたします、安室様、ね。これ神様が約束して、前世での善行、前世での紺綬褒章のご褒美、ね、ということですよね。そして、8室にはセレスとジュノ入ります。ですからね、セレス集団組織、ね、の中でそのエーベックス、ね、とか、そのライジング、ね、事務所のライジングプロダクション、そういう組織の中で育てられていく、ね、いろんなことを教わったと思います。そのアクターズスクールっていうね、組織の中でいろいろ育てられたということだと思うんですよね。それがまあセレス、そしてジュノね、ジュノで、その代わりやっぱり主張もしていく、こういう権利もあるよっていうことで主張もしていく、もらうものはもらうよって、ね、いうことだったりとか。で、まあ変わった組織であればあるほどね、やっぱりいいということなんで、特殊性ですよね。その特殊性のその集団組織っていうね。で、今回その受納っていうね、ことなんですが、その一族とのその問題で、受納があるところってね、みんな近づかないんですよね。近づかないし、相性でもね、やっぱいじめられるんですよね。ですから、そのいじめられるとかね、変な目に遭う、ね、随風さんももう受納のところは近づかないって、まあ、近づいたらもう変な目に遭ったりとか、やっぱしたんでね、極力ね、それもう分かってるんでね、近づかない。ですからもう近づかなくてもね、安室ちゃんの場合、ね、やっぱりお母さん、ね、まあ親戚ということで、なんでそんなお前ばっかりね、稼いでお金持ちになってね、ちょっとぐらいお金貸してくれてもいいじゃないか。まあ本当はそういう問題ではないんだけどね、うん、俺はこんなもう死にそうな思いしてるのに、みたいな、ぶっ殺してやるみたいなね、そんなようなね、やっぱり。ことだったりとかで、まあ太陽と月ね、
もう全くのスクエア、なんですよね、28層中8層ということで半月生まれなんですよね。だからやっぱりいやもうそういう生まれだからいいパートナーは出すんだけど、そっちの一族の問題とかね、親戚とかね、そっちの方だから徳川家康と一緒なんですよね。だからなんで奥さんと長男をね殺さなきゃなんないんだっていうねこととか、なんで今川義元からなんで、お嬢タカピーのお嬢様みたいなね、もう結婚しなきゃいけないって、殿の命令ならば結婚しますって言って、まあ無理やりね、わらわは今川義元の命でございます、ね、名門みたいなね。だから1回目の結婚がそうだったんでね、もう2回目からはねそういう名門みたいな、秀吉はその逆に名門みたいなねお姫様を集めてましたけど、徳川家康はね、もうそういうのはもうコリコリ、ね、だから一般人ね、だから一般人ね狩りに行って、そう家康も産出リリースだったんでね、なんか安倍川とか狩りの帰りにね行って、なんかすごいいい女いるらしいじゃないかこの辺にって言ってね、この子でございますって言ってねでじゃあ明日からね、駿府城に来なさい、ね、以上ってさようなら待ってますって言って帰る、ね、鷹狩りじゃなくて女狩りです、ね、だからまあ徳川家康は女狩り、ね、鷹狩りと称した女狩り、ね、安室ちゃんはブラックミュージックと称した109、ね、109でセクシーっていうね、そういう違いです、ね、ということでね、なんとも言えないその4室火星というトラブル、ね、ということで悪い方にこう出ちゃった例で申し訳ないんですけどね、じゃあそれを避けるためにはっていうことで、だから天皇制なんでね、もっと行っちゃってもよかったという、ね、もっと行っちゃったグループ入ってもいい、ね、もうちょっとこうおかしくさしたグループでもいいと、過激なグループ、エイベックスをもっとこうなんか過激にするようなそういうレーベルでもいいしね、そっちの方にもうね、しちゃってもいいということだったりとか、ね、避けられたのかなと、そういうね、あとオカルトね、オカルトの力、ね、ですから、昨日下芳子さん久しぶりにね、見ましたけど、そういったオカルティストの面をねもっと入れていけばよかったのかなと、ね、いうことは思います、もうエコエコアザラク、ね、黒木美沙、ね、黒井美沙、ね、あの主人公のねエコエコアザラクチックにねもっと行ってもねよかったのかなってね、とかまあタラレバでねいろいろ話してますけどね、よかったのかなとかね、いろいろ思います。そしてまあ一室にテイルが入ってくるわけですが、まあ悪い方にね、やっぱりこうやっぱ哀愁あるわけですよ、そのブラックミュージック、ね、だからやっぱりもともとが黒人の音楽というと黒人として連れてかれ来られて奴隷として働いて奴隷ね、物悲しいんですよね、ですからまあそういったブルースね、そういう物悲しさね、哀愁ね、そういうようなね、ことがやっぱ売りになってるってことですよね。ですんでね、まあ哀愁漂うその佇まいとか背中、どっかもう弾けてない、まあ明るい、まあ本当子供の
頃はね、スーパーモンキーとやってる頃はもう、ね、なんかもう明るくキャッキャキャッキャしてましたけどね、子供だなって感じしましたけど、だん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 ね、もうやっぱり哀愁漂う若いのにね、なんか雰囲気ね、出てるというようなね、佇まいってやっぱているっていうね、ことだと思います。で、まあ決してね、家が金持ちじゃない、貧乏、貧乏の中のその兄弟多い中のね、末っ子で、ということで、まあているというね、こと。まあでも一室インターセプトなんでね、これまたいろんな資質が出てくると。で、まああんまりその自分が自分がってこう出してくっていうよりも、7室っていうね、相手の意向に沿って小室さんプロデュースでとかね、松浦さんプロデュースでとかね、そっちの方面で行って大吉っていうことで、あんまりその自分がこれやりたいあれやりたいとこう言い出すとちょっとね、っていうねことも思います。だから自分も出すんだけども、優秀なプロデューサーにも相談する。パートナーにも相談してどう思うって。で、もしかしたらそれ息子さんかもしれないね。息子さんにどう思う今回はとかね、新しい交際相手かもしれないね。私どう思うってね、聞いていくね。それとともに自分もってね、それはちょっとやめた方がいいかもなーみたいなね、ということですんでね、まあ一回 SM の女王みたいな格好してね、聞きましたけども、まあそれが似合っちゃうってことですよね。SM 女王みたいなね、目似合う人っているんですかみたいな まあいるんでしょうけど、安室ちゃんだから似合うっていうキャットウーマンみたいな格好してね、出てきてムチ持って登場する。で、そういうのに似合う人ってやっぱ一室テイルとか入ってないとね、似合わないんじゃないかなってやっぱ思います。なんか星野源さんがね、30歳童貞、童貞ね、京都大学出身ね、卒業エリートって、しかし35歳童貞っていうね、そういう童貞っていうのを演じるね、もうラジオでももう無理やり、エロ人間、エロ人間を公言するっていうね、もう僕はエロですって、もう毎日こう叫んで歩いているっていうね、そういうのがやっぱテイル、太陽テイルですよね、星野源さんの。安室ちゃんもそのやっぱり一室テイル、SM の女王が似合う、もう逆にそっちね、もう本当にブラックミュージックみたいなね、不良のミュージックみたいな。クレイジー安室バンドみたいな、クレイジーケンバンドみたいな そっちの方にもうね、しちゃってっていうことでね。だからまあ、だから今後はどうするのかなと。まあでも、働いてるのはもうね、幼い頃から働いてて、でもね、大体みんな22歳からね、学生卒業して、働いてってね、で定年60歳でね、まあでもそう十分安室ちゃん働いたでしょうってね、こと考えればね、もう定年して結構でございますって、もう十分やらせていただきましたということでね、まあ、よろしいと思いますね。まあどのようにね、生きるかということは、まあ周りに相談、だから今どういう人とね仲いいのかとかね、どういう人と交際してるのかとかね、そこがね、やっぱ一番重要だと思います。そして12室ペルセポネが入りますね、冥界の女王ペルセポネ。だからもう全てはね、やっぱりペルセポネ、ものすごい力を持っている。冥界の女王ですから、これがアセンダントに来ちゃうとね、
松田聖子、歌謡界の女王みたいになっちゃいますけどね。女王って感じではないのはやっぱりね、ここペルセポネがアセンダント来れば、ね、もうちょっと早くね、2時間ぐらいね、早く生まれてれば、ね、これペルセポネがアセンダントにありましたので、間違いなくね、もうものすごくもう女王みたいなね、もうすごい存在みたいな、まあでもそうじゃなくて、なんか隣にいるよねみたいな、最後の沖縄の花火大会ね、観客に混じって一緒に見ていたっていうね、その辺ですよね、特別ルームですみたいなね、そっから見てましたっていうんじゃなくて、その辺が庶民的っていう松田聖子さんとの違いっていうね、感じです。12室、ね、入りますから、やっぱり宗教、瑞風さんも行ってきました、神の島に、沖縄に何をしに行ったんですか、ね、そういったところにね行ったんですと、神の島、久高島、ね、フェリーに乗ってね、沖縄本島から、ね、まあ、そんな遠くないんでね、久高島の方ね、そこでね行ったんですけども、そこにね本当の目的地には入れなかった、禁足地になって入ってはいけない、まあ仕方ないね、帰ってきたんですけどね、なんかね入ってってる人もいたみたいでね、いいのかなみたいなね、昨日の下よしこさんの話じゃないですけど、心霊写真とはね、なんか変なもの、大体みんなね肝試しでね、なんか悪ノリでね、なんか言っちゃったりして、わーいとかね、廃墟とかわーいとか言ってね、もうとんでもないことになったっていうね話ですから、まあ入っちゃダメっていうものはダメなんだって言って、まあ帰ってきましたけどね。ということでね、まあそういったことにも関係あるのかなと、いうことはね、なんか思います。神の島、神の島沖縄、神の国沖縄ですのでね、またその日本とは、日本なんだけども、また古事記とかね、そっちの方ではなくてね、独特のね神様、八百万の神様ですよね、独特の文化っていうものがあって、独特の神様っていうのがいてっていうね、そういうことに関係していくっていうねことなのかなということも思います。ということで天体配列見てみましょう。天体配列ね、3つ、ファイナルディスポジターね、木星、水星、月ね、10人の責任者のうち、10人の人のうち責任者誰ですか？木星さん、水星さん、月さん、ね、故郷と家、ね、今家っていうとね、息子さん、ね、ね、まあ兄弟も入るのかな、兄弟とか、まあいろいろ家庭、沖縄、ね、京都で生活しているかもしれません、その、まあ、京都でのそのマンションの生活。そして六室水星、これはもう鍛え上げる、自分をねピシッとね鍛え上げて、全く万全な鉄壁な、ま、守り、ね、いつでも攻撃されても大丈夫です、攻撃準備 OK のもう洗練されたね、最強部隊、ね、そういうもう武田騎馬隊のごとく、精鋭部隊ですっていう彗星と、そしてまあ月、十室 MC に乗る月、これはもう人気運、ね、人気運ですからね、まあただ人気運にしてもね月ですから不安
てという意味があります。いつでもというわけじゃない、まあ、でも 今まではもういつでもっていうふうにしてきたけど、急に今日から一般人ですっていうのもね、やっぱり好きなのかなっていうね、もうマックスかな、40歳ちょっと体動かねえよみたいな、ね、これで激しい踊りちょっと無理だなと、スーパーモンキーズみたいなのは無理よと、もう無理とね、これでミスター USA 踊れって無理ですっていうねまあそのやっぱりね、いきなりパンとやめますってね、それだと思います。でまあこのままその芸能界っていうねいるとちょっと大変だと、もう今でこそもうねこれもうプライベート守るんで、ね、大変なのにね、ということでもう潔くパーンとね、だから山口も萌えさんもその配置だったんですよね、太陽と月。だからもう山口も萌えさんがもし芸能活動やっぱやりますって言ったらね、大変なことになってると。家族も、ま、家族巻き込むってことなんですよ、要するにね、家族巻き込んでもうぐしゃぐしゃになっちゃってっていうね、それはしたくないから、もういっそのこともう出ないと、全く出ないと、もうねもう決めちゃったということで、安室ちゃんもパーンとね全く出ないと、もう引退、ね、衝撃走りましたけど、なんで引退するんだって、潔い、だからもうそのぐらいにしちゃった方がいいということなんですよね。だからもうその辺山口も萌えちゃんと一緒なんで、理解してあげてくださいね。それでないとぐしゃぐしゃになっちゃいますからね。もうただでさえその講師はもう大変なのに、ね、親戚とかね、プライベートの方も大変なのに、ね、もうこれはもうね、一般人になっちゃう方がねもう早いということだと思います。でまあ寒さもね、その養育にしてもそうです。もうだからこういう配置のね、いろんな生徒とか見てますけどね、大変です。だからお父さんのところ行ったりお母さんのところ行ったり、お父さんね再婚しちゃいました、ね、出てけ、ね、お母さんのところ行ったけどお母さんも再婚しちゃいました、こっちでも出てけ、ね、なんか行ったり来たりしてね、もうどうなってるんだみたいな感じでね、かわいそうな場ケースがあったりとかねしますんで、今回そのサムさん親権持ってて、サムさんねその再婚したと、で、まあ、まあこっちにまた親権ね安室ちゃんに移ってっていうねことで、もうそういう面でもやっぱり大変さっていうのはね、複雑さとかね、家庭が複雑なんだよとかね、そういう話になるとね、やっぱりこの配置試練の配置ですよね、そういう面でね。ですからまあそれも含めつつね、まあ今子供さんに気も使いつつね、子供さんだけじゃなくて、まあ自分の一族とか兄弟とかね、そういったところにも気を使いつつっていうね、ことだと思います。火地風水、ね、火が4、地が2、風1、水3、風がやっぱりないということでね、いいんですと、松浦社長からだけのもう情報、小室哲哉からだけの情報、牧野校長からだけの情報、サムさんだけのからの情報、いいんですこれで情報いっぱい持ってる人とからだけ聞くっていう方法ですよね、だからそれ誰から聞いたのっていうのも全部もうね、一時期はもうそれサムさんから聞いたってね、誰から聞いた、サムさんから聞いた、何を聞いてもサムさんから聞いたってね、話だったと思います。そういうやり方ですよね、だからまあもう全部遮断してもいいと、ね、
鎖国だと、ね、鎖国だからこそ安室ちゃん独特のね、うん、文化っていうのがもう花開いたと、ね、元禄文化と同じですよ。日本のね元禄文化に、まあ、花開くみたいなね。だからその文化っていうのは日本の伝統のね今でも唯一無二、ね、独特の文化っていうのが出て、ね、それで日本面白いなって外国人からまあね面白がられてると、ね、すごいなってリスペクトを受けてるということなんですよね。だからまあそういうね出島は誰、今出島って誰っていう、ね、長崎の出島だけはその貿易やっていいっていうことでしたから、情報はそこからしか入らない、ね、それがサムさんだった時期もあれば小室さんだった時期もあれば牧野校長だったね時期もあればね、そういうことになると思います。活動不動柔軟、活動3不動3柔軟4やや調整タイプだから天体全部ね西なんですよ。天体全部西ってみんなから押される運勢なんでね、この人いいですよって言って自分からしゃしゃり出ない、ね、自分がみたいなね感じでね、まあ、どちらかというと隅っこにいる。だから安室ちゃんあんまり喋んなくてどちらかというと隅っこにいるっていうのは、まあ、この辺ですよね。こっちおいでよみたいな、ね、感じで、小室さんもそのあんまり喋んなかったってね、言ってましたから、みんながすごい豪勢なことやってても一人だけ別の部屋でポツンとこう泊まってるとかね、そういうような感じだったって言ってましたよね。ですんでね、まああの小泉さんみたいに全部小泉元総理みたいにね全部天体東側だと何回も何回も俺は総理になるってね、でもうね3回ぐらい立候補しても負けてもまた手挙げて、まあ、もう3回ぐらい負けて、やっとね総理になって、そうしたらもう郵政民営化だ、だからもうそれ一点郵政民営化、ね、民営化だ、ね、それさえやればもう全部良くなる、分かりやすい政策、それに突き進む、否決される、分かった解散、ね、衆議院解散やめてくれみたいな、やめてみたいな急いでね、もう森会長、派閥の長、森会長が来てね説得に当たってダメだ、ね、いくら派閥の長が来て もう譲らんと、解散だともう当時のね森さんもね、さすがの俺でもねダメだったよとね、ビールの空き缶となんかチーズかなんか持って出てきてねお寿司も取ってくれないって言って怒ってねビールポーンって出されてね、ビールとチーズポーンって出されてね、このカピタチーズはなんだ、でも実はそれ高級のチーズだったっていうねことです、カマンベールのいいやつだったってね話で、これとこれだよみたいな、ね、感じでね笑ってしまいましたけど、東が天体東側だともそういうことやるんだけど、まあ福田さんはその後ね、その幹事長だった福田さんが嫌だと、僕もう総理じゃないだから、年だから僕ってもうやめて頼む、福田さんしかいないんだよって、福田さんが暇なってもらわないと困るんだよって言って、福田さんがねみんなに押し上げられて総理になる。だから天体全部西側の福田さんはみんなから押されるね、全部東側の小泉さんはね手を挙げてね、やりたいみたいな、学級委員になりたい人はーいみたいな、ね、小泉さんね、うん、誰もいないから選挙をする、ね、じゃあ名前を書いて出して投票しなさい、結果決まりました、福田君に決まりましたね、圧倒で多数で福田君、君は今日から学級委員長ですって、まあそんな感じですよね、うん、
ですのでね、まあ天体全部西なんでね、学級委員長は多数ね、投票多数によって安室奈美恵さんに決まりました。私がみたいな感じで、まあ学級委員長になるっていうパターンですよね。自分からは手を挙げない。まあ、大体手を挙げる子はいないんですけど、時々こうね、なんかクラスで一番のこうね、なんかやんちゃな子が「はーい」とかね、冗談で「本当だな」とか言ってね、「本当だな」って言って「本当にやるんだな」って言って、やったりする時ありますんでね。まあスーパークレイジー君みたいな、ね、スーパークレイジー君やりますって言ってね、今スーパークレイジー君も今ね大変なことになってますけどね。だからスーパークレイジー君はもう戸田市議と言わず国政にもう打って出ろと、もういいと、裁判とかは六本木に住んでたんだろうと、ね、だからいいと、ね、もうじゃあもう諦めて、もうそんなちっちゃい、ね、裁判こちょこちょやってる場合じゃなくて国政に出なさいと、打って出ろと、ね、衆議院9月に、ね、出てみろと、ね、一騎打ちかけてみろと、ね、六本木港区から出てみろと、ね、いうことですよね。ですのでまあそれができるかどうか、ね、港区中の不良たちを味方につけるとかね、そういうね、昔一緒にやんちゃしてた仲間の、ね、そういうグループっていうもうつながり強いですからね。おいみんなあいつ、ね、西本が選挙出るんだって、ね、おいみんなで投票しようぜみたいな、勝っちゃうかもしれませんからね、もしかしたらね、黒服やってる時の仲間、ね、いっぱいいると思いますよね。で銀座にもね大物たくさん来ます。そういうつながり、闇のつながりみたいな夜のつながりみたいな、ことでね、港区のおじさんたちはみんなもう銀座に飲み行くわけですから、六本木だけじゃなくてね、みんなもう銀座座銀、ね、ですから票は取れるかもしれませんのでね、あまあぜひね、ということだと思います。男女比5対5、まあ男性的でも女性的でもないと、まあ普通ということですよね、ここではね。はい、ということでですよね。古典メソッド見てみます。古典メソッド見てみますと、一番使いやすいのが木星と水星になりますね。でもちろんこれファイナルディスポジターの一角になってますんでね、やっぱ沖縄家庭ね、息子さんとのその家庭、息子さんを立派にするね、今支援する、ね、今大学生の、まあ、卒業してもね一緒に暮らしていく。でも息子さんが連れてきた彼女となんか家族ぐるみの付き合いしてるとかね、息子さんもそのイケメンですからね、空手かなんかやっててがっちりした体格してましたからね。で彼女連れてきてなんかね、楽しく交流してるらしいですよ。まあ、そんなのもやっぱり考えるとやっぱ木星、うん、いつでも遊びにいらっしゃいよっていうのもすごいですよね。安室ちゃんにいつでも、ね、遊びいらっしゃいましゃいよって言われてね。水星ね、水星六室水星、ね、これはもう完璧な守る国土は鉄壁ぞの感じのアーミー、ね、最強部隊、ね、精鋭部隊、ね、全く隙がありません、ね、というね精鋭部隊のその彗星ですから、それはもう完璧でしょうと、それは皆さん分かってるでしょうと、ね、ダンスのキレを見ればもうすぐお分かりですと、
ね、いうことです。そして月5点、だからやっぱりファイナルディスポジターの天体が全部力持ってますから、これはねすごい人気運だけど月なんでね、はいもうここまでさよならみたいなね、アイズワン2年ビシッさよならね、2年間やります、ね、ガッとやってガッと活躍してピタッとこう終わる、ね、そういうようなねやっぱりメリハリ、うん、ということでね、伝説的な、うん、神秘的な、神秘性、ね、そういったものがもう含んで、まあ、いての29度ですから、最後謎かけで終わると。みんなにその後考えさせるっていうね、そういう映画ですみたいな。で一番使いにくいのは土星、ね、マイナス10点。獅子の土星なんで、獅子だって弾けたいのに、土星で押さえつけられるっていうね。最も獅子座にいたくないと、土星さんはね。まあでも獅子座ですので、お前輝くためにね、ステージで輝くためにね、鍛えるんだここでとね、いうことで、アクターズスクールで鍛えるんだぞね、いうことでね。でも片道1時間半通うんだと、歩いて、ね、交通費なんかねお金ないから、うちは歩いて通うしかない、電車乗る金もないから歩いて通うんだよと、往復3時間、ね、しかも小学生やりますと、ね、一瞬のステージで、ね、歌手になりたいって、女優になりたいって最初言ってたらしいですけどね、歌手輝くためにねやりますと、まあ、そういうようなことを言ってるような土星ですよね、うん、ワーカホリックの配置なんてね、言われてますんでね、まあ、その辺地道だったってことが言えると思います、そして金星ね、マイナス5、ね、獅子の金星、金星ってもう優雅な僕がなんで獅子座にいるんだろうみたいな、もうあんま無理やりはっちゃけさせられるみたいな、まあでも金星獅子なんでね、もう皆さんご存知の通りで、しかもここにね一等星レグルス光っております。もう AKB 総選挙1位誰ですか、前田敦子ですよ。前田敦子さんもここに金星を持ってましたね、お分かりですよね、ナンバーワン。だからまあレギュスに金星持ってる人ってね、これはねカリスマでしょうと、カリスマ的でしょうと、ね、いうこと、CM 上度数ね、相武咲度数とかね、前田敦子度数とかね、いろいろ名前つけてね、呼んでますけどね、アムロ、その前はアムロ度数ね、アムロ波江度数って、ね、言ってましたけど、もう皆さんご存知の通りです。まあマイナス5点でもね、ここにレグルスがあるんだよということで、うん、だから悠仁様がここにありますよね。悠仁様、レグルス、ね、すごい一等星。これはもう強力です。最も格調高い。王者にふさわしい、ね。天皇にふさわしい。そしてね、アセンダントにね、スピカー出てますからね、絶対やったでしょこれみたいな、わざとあのあれでしょ、キコさん、あのキコ様帝王切開やったでしょ、ね、これもう狙ったでしょみたいな、狙ってもうおぎゃーと、いいちょっとまあこうちょっと出してみたいなね、警戒円出してちょっと今上昇勢どこ、はい今天秤座に入りました、もうちょっともうちょっと、スピカー来るまでちょっともうちょっと、天秤座今何度って言って、うーんってね、は
はい、今24度入りました。はい、切れってビッて切ってね、おぎゃーね。だからスピーカーがね、上昇線来た瞬間腹を切ったということですからね、将来アイドル天皇ですかみたいなね。アイドルなんですかね、この子アイドルにしようと、何なんですかねみたいなね。そんなようなね、あの勢いなんでね、よっぽど美男子に生まれる、まあね、これからまだ子供なんでね、わかんないですけどね、いい男になっていくのかなと、ね、思います。そして太陽乙女の27、ね、ここもすごいところでね、やはり下よしこどすと言われてますんでね、何らかのやっぱりこう宗教的なことっていうのをやっていく可能性はあると思います。神の島沖縄に住んでるわけですからね、ぜひ、まあ、久高島に行ったら会えるのかなと。神の島久高島、ね、もしかしたらあのきび畑みたいなところに安室ちゃんの豪邸が建ってるかもしれない、ね、それもシークレットに、ね、してね、もしかしたらあのプライベートビーチにしてね、誰も入れないようにしてね、立ち入り禁止にしてね、であのなんか安室ちゃんが住んで、ね、誰にも知れないようにね、住んでるかもしれない、そうとすら思えますよね、ですからこれからねそういった活動に入るのかなと。神に仕えるっていうね度数ですからね、神に、いよいよ神にお仕えします、そういうことですから、観念しましたと。もう見えないものをね、見えるものしか信じませんでしたけども、もう観念します、もう、ね、キリストさん、お釈迦さん、ね、孔子さん、ね、もう分かりました、弟子入りしますっていう度数なんでね、まあそれもすごいでしょうということになると思います。シャーマンになってくださいと、ね、そんな感じですね。はい、ということでアスペクトをチェックしますと、太陽は月とスクエア、ここですよね。あまりにもその家庭的っていうね、家庭的なそのハンデっていう、家庭的なそのハンデってなんだと、それがねやっぱりこう反骨精神、ハングリー精神生んでるということですよね。だから攻めてやってみる、ね、カシアスグレイ攻めてやってみる、その世界ですよね、ですから太陽月、黒人が貧乏に生まれた、ね、カシュアス・グレイ少年は喧嘩がね、街で喧嘩ばかりした、やめろと、お前リングで戦う気ないかと、そうすればね抜け出せるんだお前、どうだと、分かった、それがモハメド・アリ、ね、世界的なねボクサー、アリ猪木対アリみたいな日本まで来てね、もう伝説的な試合にね、寝技に誘う猪木みたいなねグランド得意だぞみたいなね、名勝負をね繰り広げるあのアリ、ね、ブラジルの、ね、スラム街、その中でみんな J リーガーじゃないかね、世界的なサッカー選手夢見てね、ブラジルリーグ、南米リーグ、世界のねトップリーグ目指してね、やっていると。そこからもう飛び出せと、ね、成り上がれと、ね、そういうようなねもう配置なんで、もうお母さん見てて、私絶対成功するから、そうねお母さんに話してね出ていったということなんです。
ですからそれを思うとね、やっぱり家庭的なハンディ、あるわけです。ですからもう涙橋、ね、東京で言うと涙橋、涙橋からお前出てくんだぞ、涙橋からお前世界通るんだぞ、ジョー、分かったか、ジョー、ということでね、涙橋から世界、世界チャンピオン、世界王者になったと、いうような話、そういうサクセスストーリー、まあドラマチックですけどね。まあ、で、当の本人からしては、もうね、すごい迷惑な話でね、その、なんだここはと、ね、こう、なんかスラム街、日本でもここスラム、そうだよって、スラム街だよって ね、山谷の炊き出しってね、やってますけどね、山谷で。ここは山谷だよ。バーンって大きなトラック来て、はい、今日仕事したい人手挙げて、はい、もう全部、はい、トラック乗れ。ね、荷台に乗せられて、どっか、ダムかどっか連れてかれて、取っ払いでね、バーンと、ね、はい、金、ね、パッと払ってね。で、はい、ご苦労さんってね、毎日ね、日雇い労働者ってね、欲しいって言ってそうですね、日雇い労働者ってね、日雇いでっていうね、そういう、梶原一騎もそういうのが好きみたいな、日雇い労働者みたいな。舞台をね、山谷にするっていうね、山谷も涙橋、涙橋の下に丹下ジムありますからね、大体ね、あそこの高架橋の下に作ってるのかみたいなね、今川はありませんからね、あの辺にね、広場かなんかあってね、そこに今空いた土地で作ってるのかなみたいなね、白鬚橋の方にあるのかな、感じで、まあ、でも白鬚橋の下に何か作ろうと思えば作れそうですけどね、なんかボクシングジムの一つぐらいね、なんか掘っ立て小屋みたいの勝手に作ったりして 勝手にね、なんか野菜作ったりして、なんかね、私有地のようにしてますからね、なんかできそうな気がしますけど、まあとにかくそういう意味でね、まあ一つのその成り上がり精神とか、まあ、ドラマにはなるけど、当の本人にとってはね、やっぱ大変だなっていうね、そこをやっぱりこううまくやるのが、その生まれてきたこう理由というね、ことだと思います。そして月はまあ太陽とスクエアでね、木星とトライン、オポジションか、オポジション、金星土星豪とトライン、という配置を持ちます。ですからまあ、先ほど言ったね、厳しいトレーニングの後のね、大きな楽しみ、それは何ですかっていうね、そういうことですよね。まあ、思いっきり遊ぶとかっていうことだと思います、獅子座なんでね。まあ、仕事を楽しみにしているのかね。だからまあ、絞りに絞った。ね、減量をね、絞りに絞った。過酷なトレーニングの後の一杯のビールみたいなね、そんな配置なんでね、生活の中でも常にね、こう頑張ったご褒美みたいなね、ものはあると思います。まあそれささやかな楽しみでね、ビールの後ね、その仕事やった後のビールが楽しみで生きてるとかね、これが楽しみなんだよっていうね、その一杯っていうのが何かってね、まあプライベートは分かりませんのでね、覗いたわけではないんでね、わかんないんで、そういった傾向と、そして月木星なんでね、遊びにいらっしゃいよってね、結構入ってけると思います、ね、仲のいい人はね。だから息子さんのね、彼女もう出入り自由ですね、もういつ一人で行ってもね、もうね、鍵持ってるかもしれませんね、もしかしたらね 京都のね、マンションにね、鍵ね、もう、じゃあ、あなたにはもう、鍵渡しとくからって言って、勝手に来てね、自分の家だと思って 使ってって言って、もう生活してるかもしれないってね、でも
ゆくゆくもうお嫁さんになるからいいでしょう」って言ってね「そうでしょ」って言ってね「渡しとくわ」って言ってね「ついでにお料理とかもしといてちょうだい」みたいなね、感じでね、まあ毎日ホームパーティーですかみたいなね、そういうような木星なんでね、その可能性はあるし、多分今家庭ということでその京都のマンションで、楽しくね、親しい人と、ね、息子さんの彼女と、ね、その友達と、ね、大学の友達と、ね、親しい子あったら連れていらっしゃいよって言ってね、いいんですかみたいなね、安室ちゃんの家行っていいんですかみたいな、いいよいいよって言ってね、うん、お母さん喜ぶよって言ってね、お母さん僕の友達なんだみたいな、みんなでね、立命館の友達だよって言ってね、あそう、もういつでも遊びにいらっしゃいみたいな、そんな感じでね、うん、楽しんでんのかなっていうね、まあそういう、まあもともとね、兄弟多いっていう家庭だったんでね、母子家庭とはいえね、うん、多くの人にね、でまあもちろん子育てはそのお母さんもそのおばあちゃんを頼ったと思いますからね、そういうことをやっぱり示してるなと思います。そして水星ですけども、天王星とセクスタイル、海王星とスクエアと、木星火星号とセクスタイルということでね、思い切りがいい、ね、はったりも効く、思い切りもいい、ね、もう突然いろんなこともできる、ね、うん、新しいこともどんどん取り入れる、新兵器登場みたいなね、まだ誰も持ってないね、マシンガンなるものがあると、ね、やっと掛け合ってね、児玉さんね、大山さんも買ってくださいよ、こう機関銃っていうのがあるんですよ、これさえあればもう絶対もう勝てますからって、そんなもう大したことないだろうって、でそんな役に立つのかね、そんなもの、ね、しかしもう値段も値段だぞと、国家予算何分の5分の1ぐらい使うんだぞお前って、いいのかって、ね、その必要ですってね、で実際日本を救ったのはその機関銃ですからね、大体ギリギリの局面でね、コサック騎兵とかね、もう世界最強の部隊に襲われてもね、その1台のその機関銃があったがためにね助かってるということですから、まあ、最も新しいものに目をつけて、ね、それを活用するっていう、その能力っていうのは水星天王星、ね、だから常に新しい、今までにないそのアイドルじゃない、ね、かっこいい、ね、うん、みんな家でなんかね楽しくねみたいにやってるアグネスちゃんみたいにやってたのがね、いきなりバーンとねかっこよくね街に出てってね、渋谷出てってねバーンとねセンター街かなとかバーンとかっこよくね、うん、でまあ踊るね、踊りながらかっこよくみたいなね、そんなようなやっぱりことをどんどん取り入れていったね、ブラックミュージックね、黒人は黒人とはこうだと見てみろとね、いうことでね、もうそれも新しかったというもので、みんなハマっていったと、でアムラーって言われるようになったということですよね。でも可用性、ね、イメージ戦略強いですからね、こんな感じみたいなね、芸術性、そういったものね、最強の彗星、ね、だから仕事運抜群、パートナー運抜群ね、問題なのはその一族運ね、生まれ育ったところと涙橋なんだよって、スタート涙橋ね、スーパークレイジー君いいかここでって生まれる、親これでいいか、じゃあそこでもう不利ね、スタートラインもね違うぞとね、安倍晋三さんみたいじゃないぞと逆だけどいいね、もう一番もう生まれたらそこに生まれたらもう総理になれるようなね、そういう生まれではない、おじいちゃん総理大臣みたいな、まあ、そんなようなことでね、全くのスタートライン、だから
スタートラインってやっぱ不公平なんです、ね。有利なキムタクの家に生まれて、ね、まあでも親の七光で行けるにはいけるけど、まあただ、まあ、あそこはあそこなりにね、また大変なんですけど、そうそう、工藤静香さんもね、太陽月、ね、半月生まれでなんでね、工藤静香さんの場合は羽村氏ですよ。だからこの羽村からなんとか私はもう這い上がってやると、ね、いうこと、ですから、まあそういったことですよね。仕事運とかもいいけども、まあ、そっちの方もね、ブッダみたいな話ですよね。そのブッダっていうのは、その王様に生まれたこと、本当奴隷に生まれたこの、ね、そういう生涯ということですからね、そういったようなやっぱりことが集約されてる、まあ、テーマであるっていう運勢なんですよね。そしてね、まあ、金星は土星と豪、月とトラインということでね、色気とかではない、ね、金星土星ですから、まあ色気だから、逆に言っちゃうと二次プロジェクトのオーディション受けたなら落ちてます、ね、だから二次プロジェクトなんでそんなね、東京で合宿や何ヶ月もね、でまたそれでふるいにかけて、また韓国で連れてってね、その何ヶ月もかけてオーディションねやるのかと、ここを見てるんですよということですよね。ですからそういった意味ではね、硬いのでアイドルとかね、そういうので売るんじゃないと、色気で売るんじゃないよとね、こっちはもうねダンスプロね、そういったもので勝負かけるんだということですよね。ですから、まあそういった意味ではね、硬派ね、硬派なイメージ作ってきたと思います、ね、渋谷の街ね、闊歩するんだけど、センター街ブワーッとね、かっこよく歩くんだけど硬いぞと、あの子可愛いけど口説けないぞと、無理だぞと、ね、ベッキーだぞみたいなね、ちょっと硬さあるだけでね、ドンタッチミーって言ってね、もうすごい勢いで怒られるみたいな、ね、若い頃のベッキーってね、そんな感じだったから、さすが金星土星と思ってね見てましたけどね、そんな雰囲気で寄せ付けない、だからもう硬派、ね、かっこいい、だから同性からもね好かれる、ということだと思うんですよね。体格を見ろよ、ね、もう腹筋割れてるぞ、ね、もう自分を律する、ね、自己コントロール、完璧なセルフコントロール、それは安室ちゃんなんだよっていうことを教えてくれるアスペクトということなんですよね。火星、まあ火星はね、その水星のアスペクトの中にあるんですけど、唯一ね冥王星とスクエア、冥王星とスクエア、これものすごいね鬼のようなね体力なんです、スタミナ、体力だから、もう体力的にも無尽蔵、だったと、大いなる力ですよね、うん、まあ軍艦でいうとトマホークね、トマホーク発射みたいなね、そんな感じ、そのぐらいの威力があると、そういうことです、ということでね、ざっと見てみましたけどね、まあ、今後もね、まあ、とにかく根性報奨おめでとうございますということでね、まあ、今後もどうなるかもね、もちろんあまり情報は入ってこないんですけど、ジェフさんも沖縄行った時ね、どっかに安室ちゃんいないかなって探しながら歩いてましたけどね国際通りとかでいないかなと思いながらね、いませんでした、ということで、
何かあったらね、また占っていきたいと思います。はい、それではまた。あ、チャンネル登録&高評価よろしくお願いいたします。それではまた。さよなら。